皆さんこんにちは。今回は今めちゃくちゃすごいリセマラができる期間なんで、ちょっとそれを紹介していこうかと思います。このインテグラルファクター応援ありがとうプレゼントっていうのが今あって、これ SAOIF の PC 版が出た時の記念なんですよね。最近出たんですけど、昨日かな、この2500ジムとたまには休息アスナっていうスキルがプレゼントされるんですけど、配布ですね。でこれ受け取り期間が5月7日までなんですよ。でこの動画撮ってるのが4月21日なんで結構時間あるんですよね。でその期間始めただけで2500ジムもらえてしまうんで、この忍び侍セレクションオーダーのこのドロンと隠れみさちをリセマラで狙うことができるんで、すごくいい期間だと思うんですよね。でこんな期間なかなかなくて、てかこんなこと今まで一度もなかったまではいかないけど、まあ大昔になんか2500ジムなんかプレゼントみたいななんか時期はあったらしいんですけど、まあその頃はなんか星4確定枠とかなかった時代なんですよね。でまあ今の期間ね、これまあ俺これガチャ動画で引いたね、動画残ってるんですけど、まあこれがすごくいいんですよ。ただまあこれパワーライズ4っていうのがめちゃくちゃ強くて、まあ、片手直拳以外で強い効果なんですけど、パワーライズ3っていうのが、まあ、始めたての人はまあいいっていうか、まあ、こっちの方がちょっと上級者向け、ほんのちょっと強い人向けって感じはするんですけど、まあ、始めたての人は直拳モッド、片手直拳のモッドスキルっていうのが強いって言われてるんで、まあ、少ない必須スキルで高い威力が出せるっていう感じなんですけど、まあ、こっちは片手直拳以外で強いっていう感じ でこれは攻撃力強化の効果はあるんですけど、属性強化がないんですよ。まあ、これ結構有名な夜空に咲く青バラキリトってやつなんですけど、まあ、これパワーライズ3の中でもなんか一番強いって思ってる、なんか勘違いしてる人とか結構いるんですけど、まあ俺がね、まあ以前なんか強いとか言っちゃったからかな、その最強スキル紹介みたいなので。まあどっちかっていうとね、まあこれはそのシノン1枚装備時に攻撃力 20% 上昇って効果あるんで、まあ弓以外の武器種で使うとちょっとシノンが入れにくい場合とかあるんですよね。その弓だったら弓でシノンのスキルとかあるから、まあ発動させやすいけど、まあ、他の武器だったらそのシノンアビリティに入れないときついみたいなのがあって、シノンのアビリティないとなんかやりにくいみたいな、まあ、そういうのがあるんで、こういう試し切り一戦キリトとかあったら、まあ、リーファこっちはリーファ条件だからリーファ持ってたら強いみたいなところあるんで、まあ、結局どれで満たしやすいかなんですけど、でもパワーライズ3よりこのパワーライズ4の方が本当に手に入りにくくて、これがオーダーに入ってくること、そのピックアップとか手に入りやすい確定枠とかに入ってくることが本当になんか少なくなってきて、入手のしづらさで言うとこっちっていう感じがするんで、まあ最近はそのパワーライズ3の方もキャラ指定条件が厳しいやつとかそういうのばっかり出てきているんで、まあ、そっちはそっちで手に入りにくい、そのキャラ指定条件満たしやすいやつもう手に入りにくいんですけど、こっちのがなんか出てこないような感じもするんで、まあ、片手直拳以外の方が今は強くて、で片手直拳以外だとこれ本当に人権みたいなところあるんで、まあ、これがねリセマラで狙えるのがすごくいいんで、今の期間ねこれでリセマラがおすすめですね。もう初めて最初そのやっぱオーダー引ける、そのメニューが開けるようになった時点でオーダー引けるようになるんですよ。最初チュートリアル終わって、でその時点で多分ね2500ジムもらえるんで、そこでもう引けちゃうっていうのがすごくいいですね。まあこれから始める人はこのドローンサチ狙ってこのオーダー引く感じでそのリセマラしていくのがいいなって俺は個人的に思いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。